新海博士に5月31日隊は、日本のゲームプログラマー。株式会社ゲームフリーク、株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントを経て、現在はゲーム制作会社、株式会社エピックスの取締役、CTO。高知県西戸佐村生まれ。中学、高校、愛媛県宇和島市で過ごし、愛媛県立宇和島東高等学校を卒業。 ゲームクリエイター集団ゲームフリークで制作されたインディーズゲームクインティのメインプログラマー。開発機材の自作、解析、カートリッジの自作等を担当する。株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントを経て株式会社エピックスの取締役 CTO。1980年代高校生だった深海はゲームクリエイター集団ゲームフリークの活動を知り、 ゲーム攻略の導入し、ゲームフリークをプログラマーとしてサポートするようになる。状況後、仲間たちと共に自作ソフト、クインティーを作るためゲームフリークに本格的にジョインする。ファミコンの解析、開発機材、カートリッジの自作、プログラムを担当。当時ファミコン CPU のアセンブラソフトが高価だったこともあり、アセンブラの制作から言った。ありがとうございます。